ご視聴ありがとうございます。今回はバカ牛にぶち切れたヒロシがバカ牛をぶちのめすために白山寺に乗り込んだ際のストーリーの解説をさせていただきます。ここからはネタバレを含みますのでご注意の上ご視聴ください。ある日ヒロシがバカ牛に対して怒りをあらわにしていました。するとトールが怒りの理由を問いかけると、ヒロシが昨日の夜にバカ牛から電話があって仲間と一緒に白山寺の駅に1時に来い、さらに会わせたいやつがいるから遅れるんじゃねえぞと言って命令口調で一方的に喋って電話を切りやがったんだと答えます。するとトールがバカ牛の言ってることだ、カッカするなと言ってヒロシをなだめます。しかしヒロシの怒りは収まりません。するとトールがいちいちマジで相手にするなと言ってヒロシを諭すのですが、ヒロシは聞く耳を持つことはなく、トールがじゃあどうしたいんだと問いかけます。するとヒロシがバカ牛を殴らないと気が済まないと答えるのですが、それを聞いたトールが結局バカ牛の言う通りになるので俺はごめんだ、俺たちがすっぽかしてバカ牛が電話をしてきたら用があったらそっちから来いと言えばいいと言ってヒロシを置いて去っていきます。その後もヒロシの怒りは収まらず、怒りのメガトンパンチをバカ牛に叩き込むと順に伝えていました。さらにバカ牛を KO した後に一緒にいる奴らには目もくれず振り返って帰るんだと伝えます。するとジュンがかっこいい、気に入ったと発言してしまい、それを聞いたヒロシがよしお前ついてこいと命を下します。するとジュンがなんでついていかないといけないんですかと問いかけると、ヒロシが伝説を完成させるには英雄の行動を世間に伝える語り部が必要なんだと言ってジュンを強制参加させるのですが、この2人がコンビを組むとろくなことがないのですが、その結末はいかに。その後久々の白山寺を懐かしんでいたヒロシとジュンがバカ牛を発見します。するとヒロシが時間の確認をしてジュンが1分前と答えたことでヒロシがジュンに待ってろと言って一人で行こうとするのですが、ジュンが自分は見てるだけですかと異議申し立てをします。するとヒロシが一人で行かなければ伝説にならないと言ってバカ牛の元に向かいます。ちなみにヒロシ曰くバカ牛は白山方面で大暴れしたヒロシとトールを自分が一声かければ簡単に呼び出すことができると大物ぶった発言をしているに違いないと推理していました。さらに時間通りに行ったものなら俺の言った通りだろ、俺が電話を一本かければこんなもんだというに違いないと推理していました。するとヒロシを見たバカ牛がヒロシの推理通りにどうだ時間もぴったりだ、俺の言った通りだろと調子に乗った発言をした。その時ヒロシの怒りのメガトンパンチが火を吹きバカ牛を一撃で KO します。そして宣言通りにくるっと振り返ってこの場を立ち去ろうとするのですが、冷戦の新たな2人組が現れて4人でヒロシを足止めしヒロシに啖呵を切ります。そしてヒロシに人目につかない場所に来いと発言し、それに対してヒロシは臆することなくバカ牛と同じ目に遭いたいかと啖呵を切るのですが、A 線の男は不意打ちを食らわせてバカ牛を倒しただけだろうと言ってヒロシのことを軽く見ます。するとここでジュンが姿を現し4人のうちの2人を自分がやっていいかをヒロシに確認するのですが、それを聞いたスキンヘッドがジュンに凄みます。するとヒロシが以前菊永から受け継いだお宝を使えと指示を出すのですが、ジュンがいきなり刺すのはまずいと答えます。するとヒロシが軽くはすっとけと指示を出し直すのですが、それを聞いた金髪がなめんじゃねえと言って引き下がらなかったことでこの場が一触即発の状況になります。するとここでバカ牛の意識が戻ります。そして何のつもりだと言ってヒロシを睨みつけます。するとヒロシがてめえこそ何のつもりだ、この状況は何なんだと反論したことでバカ牛が唖然とします。そしてヒロシが A 線の男たちが喧嘩を仕掛けてきていることをバカ牛に追及します。するとバカ牛が A 線の男たちに亀間一派と揉めてるからヒロシとトールを紹介してくれという話だったんじゃないのかと問いかけます。すると金髪が紹介してくれと言ったが
友達になりたいとは言っていないと答えたことで、バカ牛の怒りに火がつきます。これでヒロシとバカ牛が手を組んで A 戦と戦うと思ったその時、ヒロシがバカ牛の責任を追及したことで、バカ牛もヒロシに殴られたことを追及します。するとそこに通報を受けた警察官が現れて、喧嘩をしているのは君たちかと問いかけたことで、バカ牛がこいつですと言ってヒロシのことを指で指します。すると警察官が被害者は君かと問いかけたことで、自分が被害者扱いされることをかっこ悪いと思ったバカ牛が、めちゃくちゃかっこ悪いからやめてくれとアピールを開始して、それを見て呆れたヒロシや A 戦の男たちがこの場を去っていきます。ちなみに被害者はいないということで話はついたようです。その後この結末に納得がいかないヒロシが伝説の第2章を巻き起こすと宣言していました。するとジュンがまだ伝説を作りたいんですかと問いかけ、それに対してヒロシが警察が来て終了したら伝説は完成しない、ここからは俺とお前の伝説なんだと伝えたことでジュンの顔がほころびます。その後 A 戦の男たちが愚痴をこぼしながら歩いていました。そんな中、角刈りがヒロシとジュンが根性が座っていたと切り出すのですが、金髪がハッタリだと言って否定します。するとそこにジュンが現れて A 戦の男たちを挑発したことで、スキンヘッドがジュンの挑発に乗るのですが、金髪がスキンヘッドを制止します。そしてもう一人のやつはどこに行ったと問いかけます。するとジュンがほら後ろと伝えるのですが、 A 戦の男たちの後ろにはヒロシの姿はありません。するとここでジュンが金髪に鉄槌を叩き込み、後ろと言ったら俺の後ろに決まってるだろと言って自分の後方を指で指します。すると後方から現れたヒロシが倒れた仲間を見捨てて逃げるわけにはいかないなと言ってプレッシャーをかけます。するとスキンヘッドが卑怯だぞと発言するのですが、その言葉を聞いたジュンが驚いた顔をして喧嘩の最中によそ見をする方が悪いと答えます。するとヒロシが卑怯と言われないように、俺が一人でお前らの相手をしてやると凄んだことで A 戦の男たちの戦意が喪失します。その後 A 戦の男たちの靴を没収したヒロシとジュンのもとにぶち切れたバカ牛が現れるのですが、ジュンがバカ牛の代わりにけじめを取ったと言って没収した靴を渡してバカ牛を軽くあしらい、ヒロシが用があるときはお前が来いと伝えて伝説が完成しました。今回はヒロシの駆け引きとかっこよさが際立った素晴らしいストーリーでした。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。